セミオノフスキー島は、ノボシビルスク諸島の一部である、リャホフスキー諸島に、かつて存在していた島である。島は、ラプテフ海東部にある群島の南西部に位置していた。島が消滅する以前は4平方キロメートルの面積を持ち、群島の中では最も小さな島の一つであった。消滅する直前の1945年の時点では、海岸沿いの崖は、 海面から24メートルの高さを持っていた。島は1770年に、ヤクーツクの商人であったイヴァン・リャーホフによって発見された。リャーホフは凍結した海氷を横断する巨大なトナカイの群れの跡を追うことによって島を発見した。この島とノボシビルスク諸島の別の島を発見した報酬として、ロシア皇帝のエカチェリーナ2世はこれらの島々から、象下の化石を収集する。 独占的権利を、リャーホフに与えた。島の発見以来、セミオーノフスキー島は1952年から1960年代、初頭の間に姿を消すまでの期間に急速に縮小した。セミオーノフスキー島の面積は、1823年の時点で4.6平方キロメートル、1912年の 時点で0.9平方キロメートル、1936年の時点で0.5平方キロメートル、1945年の時点で0.2平方キロメートルであった。1950年には単独のサーモカルストの土台を残すのみとなり、1952年までにはそれも海面上にサスを残すまでに侵食された。 1960年代諸島にセミオノフスキー島を訪れた時には、すでに島は消滅し、海面下平均10メートル、最小0.2メートルの深さに砂数を残すのみであった。ありがとうございます。